こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は初心者向け紅葉登山のベスト5をお届けしていこうと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、これまで私たちが夫婦で2人で登ってきた山の中から、紅葉の時期に、特におすすめの山を5つ選びましたので、順に紹介していきたいと思います。それぞれの山の魅力だったり、難易度、アクセス、それからまあ注意点なんかもお話ししていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは、行ってみましょう。はい、第5位は九州にあります九十山になります。はい、もう九十山のね、魅力を一言で表すと、まあ、広大な景色、それからもう圧倒的なスケール感というところかなというふうに思ってます。はい、九十山というのはですね、まあ、大分熊本のまあ県境あたりにあるような、九十連山ですね、まあ、その主峰にある山なんですけれども、はい、まあ、九十連山というのがですね、まあ、そもそも、火山が連なった、まあ、そういった山域になっていまして、まあ、例えば、日本アルプスの北アルプス、南アルプス、中アルプスといったようなところとはちょっと全然違うような、景色になっていて、もう本当にね、九十にしかない景色っていうのを楽しむことが、できるような形になってます。荒涼としたような、そんな、地形になっていて、ちょっとまあ海外チックな、まあ、唯一無二の、景色を九十では楽しむことができます。九州ということでなかなかやっぱりアクセスも、難しいところなんですけれども、まあ、全国からね多くの登山者が訪れるというところも納得のいく、お山かなというふうに思ってます。はい、で九十山なんですけれども、私たちは、牧野と登山口というところを利用しました。はい、牧野と登山口から、九十連山の主峰九十山までは、大体往復で、5時間ほどの、コースタイムになります。で、まあ、標高差が大体 600m ぐらいということで、まあほどほどの、ハイキング登山になるのかなというところです。はい、で歩き始めてから比較的すぐに、展望も開けてきまして、こう荒涼とした荒々しいような景色を楽しみながら、火山の空気を感じながら歩くことができるので、すごくね、楽しみながら歩けるのかなというところです。でちなみにこの牧野と登山口というところですけれども、かなりね大きな道が前を通ってまして、本当に山道の運転とかもなく、車でのアクセスというところも比較的安全にしていただけるようなところです。それからまあ駐車場もすごく広くて、大きなショップがあったりとかですね、まあ、そういった環境の面からもすごくおすすめの登山口、それから登山コースになっています。とはいえですね、九十連山というだけあって、九十山以外にもいろんな山があります。それから登山口も本当にたくさんあります。まあ、そういった、バリエーションの多さ、いろんなコースでいろんな登山が楽しめるっていうところも、九十の魅力かなと思っております。でちなみに、北京院温泉山荘という山小屋もございまして、そちらで、小屋泊だったり、テント泊を挟んで、まあ、1泊2日の登山っていうようなことも可能ですので、本当にねそういった楽しみ方の豊富さ、バリエーションの豊富さっていうところも、九十の魅力かなというふうに思います。では第5位の九十でした。はい、続いて第4位は、はい、信越にあります、天飾山になります。はい、天飾山ですね、もう一言で、特徴を言うとすると、紅葉の名山、それから、爽やかな稜線歩きっていうところかなというふうに思ってます。天飾山はですね、もう本当に山頂部、頂上部の、稜線の、綺麗さというところがすごく有名な山でして、樹林帯抜けて岩場を抜けて頑張って、稜線たどり着いた時の、景色の感動っていうのはね、すごく本当に皆さんに味わってもらいたいなというところです。まあ、もちろん紅葉の時期でなくても稜線綺麗なんですけれども、紅葉の時期に赤や黄色に染まるこの稜線っていうのがですね、もう本当に一見の価値ありという形で、とにかく天飾山っていうと紅葉の山っていうイメージを、持たれてる方もすごく多いんじゃないかなというふうに思います。で山頂に続く稜線を抜けて山頂にたどり着いた先には本当に360度ビューが待ってまして、信越の山々だったり、西には北アルプス、北には日本海というような形で、もうこの天飾山ならではの、ビューが楽しめる、そんな楽しい山頂になっています。はい、ちなみに私たちはですね、天飾高原登山口というところから天飾山までピストンで登山をしました。このルートはですね、大体コースタイム8時間ぐらいルートになっています。やや行動時間が長いので、ある程度経験は必要かなというふうには思うんですけれども、特にその危険箇所がないというところで、まあ、初心者の方でも、挑戦可能な山なのかなというふうに思っています。
コースの概要としましては、前半はもう樹林帯が、かなり続きます。で、静かなですね、本当に綺麗な森歩きを楽しむことができます。中盤からは、かなり岩場になっていきます。両手をしっかりと使いながら足を滑らさないように、ちょっと気を使いながらね、岩場を登っていきます。まあ、ほどほどのこの、アスレチック感みたいなところも楽しめるのかなというふうに思います。はい、でこの岩場を抜けますと、山頂まで広がる稜線が一気に開けて、もうそこからはもうビクトリーロードっていう感じですね。はい、そんな感じのコースになっています。ちなみにこの雨飾り山はですね、雨飾り高原以外にも、雨飾り温泉、それから大網登山口という他の2つの登山口からの登山ルートもあるんですけれども、まあ、ちょっとですね、登山者が少ないというところだったり、少し登山自体の難易度も上がりますので、まあ、しっかりと下調べをしていただいて、行かれることをお勧めしたいなというふうに思います。はい、この雨飾り山なんですけれども、1点注意点がございます。はい、もう紅葉のね、名山ということですごく有名な山なんですけれども、まあ、そのせいかですね、かなり、紅葉のピークのシーズンには人が訪れます。で、実際に交通規制とかも行われることもあるようなので、ぜひ事前にしっかりと情報を収集されて行かれることをお勧めしたいなというふうに思います。実際行かれる時はですね、雨飾り高原の登山口には本当にまあ前乗りといいますか、前乗りで前泊というところが必要になってくるかなというふうに思います。ちなみに雨飾り高原にはキャンプ場も併設されてますので、テントを張って前泊後泊というところも可能ですので、まあ、そのあたりもちょっと視野にね入れていただきながら、登山楽しんでいただきたいなというふうに思います。ということで第4位雨飾り山の紹介でした。続きまして、第3位は、四国にあります剣山になります。はい、剣山のですね、まあ、魅力と言いますと、まあ、本当に一言も西日本屈指の稜線歩きっていうところでしょうか。もうとにかく稜線の綺麗な山になります。西日本の山もね、私たちいろんな山に本当これまで登ってきましたけれども、まあ、あれだけ綺麗な稜線が伸びる山っていうのもすごく珍しいかなと思うので、とにかく稜線歩き一見の価値ありというところですね。その稜線というのが剣山の山頂から、次郎牛というその隣の山ですねに続く稜線というところが本当にもう、随一の、稜線になっておりまして、もうここをとにかく、皆さんに歩いていただきたいというところを強くお勧めしたいと思っています。剣山はですね、基本、登山の起点としては見残し登山口というところになるかなというふうに思います。見残し登山口から、剣山山頂までは、往復で4時間ぐらいのコースタイムになっています。はい、で剣山山頂から次郎牛まで、約往復2時間ぐらいというところで、まあ、次郎牛まで行く場合はですね、少しコースタイムが伸びるんですけれども、まあ、初心者にも全然歩けるルートかなというふうに思いますので、ぜひチャレンジしてほしいなというふうに思ってます。でちなみに見残し登山口から、剣山まで行く中間の中島というところまでリフトが通っています。こちらのリフトを使っていただくと、本当に剣山山頂までもう1時間ほど歩けば着いてしまいますので、もう本当にね、足に自信がないっていう方でもハイキングぐらいのね気分で、楽しんでいただけるような山でもあるのかなというふうに思ってます。ちなみに剣山の山頂部には山小屋もありまして、剣山頂上ヒュッテ、それから一の森ヒュッテというところでは小屋泊が可能になっています。それから一の森ヒュッテとリフトの終点の中島駅のあたりにも無料キャンプ場が2つあります。その2カ所ではテント泊も可能になってますので、宿泊を絡めてね、星空だったり、朝の雲海だったり朝日だったり、そういったところを一緒にちょっと合わせてね、楽しみながらの登山というところも可能になってますので、ぜひそのあたりもね、検討材料に入れていただければ嬉しいなというふうに思います。最後に剣山の注意点としましては、とにかく見残し登山口までの運転が大変というところです。こちらはかなり覚悟をして、行かれてほしいなというふうに思います。はい、1時間以上ね、こうすれ違いが厳しいような本当に狭い、山道をずっと運転していきますので、かなり、神経をすり減らします。それから深夜に登山口について前泊しようという場合ですね、かなり、野生の動物たちに出会うと思います。鹿とか、イタチとかいろんな動物がどんどん車の前に現れますので、ぜひそのあたりもね気をつけて、行っていただきたいなというふうに思います。はい、ということで第3位は、剣山でした。はい、続きまして、第2位なんですけれども、みんな大好きですね、木曽駒ヶ岳になります。はい、木曽駒木曽駒とね、皆さん言いますけれども、ここの特徴としましては、とにかくまあアクセスが便利で、
それからもう圧巻の千畳敷カールを楽しめる、もうこの2点かなというふうに思ってます。はい、まずアクセスというところですね、まあ車で行かれる場合は中央道の駒ヶ根インターチェンジから降りてすぐのですね、菅野台バスターミナルというところが起点になります。で、菅野台バスターミナルから、バスとロープウェイを乗り継いで、一気に 2600m の千畳敷カールまで標高を上げていきます。特にですね、このロープウェイの、区間っていうのは本当にもう一瞬でね、もちろん終わってしまうんですけれども、本当に景色が良くって、千畳敷の美しいカールをね、上に眺めながらどんどん近づいていきますので、その高揚感っていうかですね、本当に楽しいロープウェイになってます。千畳敷のね、ターミナル降りていただいて、もう駅を出て、千畳敷カールを見ていただくと、もう本当に美しいの一言かなというふうに思ってます。で、まあどのシーズンもですね、もう美しい千畳敷カールなんですけれども、やっぱり秋の時期はですね、赤とかオレンジに染まったカールがもう一段と美しく輝いてます。もうね、千畳敷カールをこう少し散策するだけでも十分にここに来る価値があるのかなというふうにも思います。で、ここからですね、登山木曽駒ヶ岳までする場合は、だいたい往復で、4時間ぐらいのコースタイムになってます。前半はね、この千畳敷カールをかなりちょっと急登にはなるんですけれども、登っていきまして、宝剣山荘というところまで行きます。宝剣山荘からは、まあ、比較的なだらかな上り下りを経て、中岳という山を経て、木曽駒ヶ岳の山頂に至ります。で、この木曽駒ヶ岳山頂からは本当に360度の美しい景色が広がってまして、すぐ南には、南アルプスの大絶景ですね。それから少し遠いですけれども、北の方には北アルプス、それから西の隣には御嶽山という形で、本当に、大きな山々がね、いろいろと見渡すことができます。山頂部はすごく広いお椀型になっていて、人が多くてもそんなにめちゃくちゃ混まないというか、すごくね、快適な山頂付近になっているかなというところで、そういったところも個人的にはお気に入りポイントでもあります。で、私たちが登山した時はですね、木曽駒ヶ岳、頂上山荘というところにテント場が併設されていまして、そちらでテントを張りました。はい、こちらのテント場もですね、すごくまあロケーションも良くって、本当にまあ景色が単純に開けているというところもありますし、朝日でしたら東から日が昇っているところ、テント場からそのまま眺められたりとかっていう形でですね、このテント場のロケーションっていうのもすごくいいのかなと思ってます。やっぱ2860メートルぐらいなんですけれども、まあ、そのぐらいの高さにあるテント場っていうのもかなり貴重ですので、そういったまあ、天井の極上の体験ができるっていうところもすごく嬉しいポイントかなと思ってます。それ以外にもですね、山小屋自体もかなりたくさんありまして、山頂付近にもいくつかありますし、少し手前の、宝剣山荘だったりというところも選択肢がありますので、いろいろとそういったまあ登山のバリエーションも豊富というところも一つおすすめのポイントにもなってくるかなというふうに思ってます。ということで第2位は木曽駒ヶ岳でした。はい、ということで、第1位なんですけれども、第1位は立山になります。はい、もう立山ね、大好きな方多いんじゃないでしょうか。私たち夫婦も本当にもう毎年訪れるレベルで立山は、気に入ってるお山でもあります。はい、で、特にもう紅葉のシーズンはおすすめということで、立山もですね、まあ、魅力を、お伝えするとすると、まあ、アルペンルートを使って、まあ、楽々アクセスできるというところと、もう立山にしかない大絶景が楽しめるというところが、ポイントかなというふうに思っています。まずアクセスというところでは、立山はですね、長野側、富山側それぞれからアクセスが可能になってます。立山黒部アルペンルートというところで、バスだったり、まあ、ロープウェイというところを使ってそれぞれからアクセス可能になってます。長野側では大木沢、それから富山側では、立山駅、この2点が、交通のアルペンルートの起点になってます。はい、私たちの場合はですね、関西からアクセスしますので、基本的に、富山側の立山駅を利用するんですけれども、立山駅からまずケーブルカーに乗りまして、その後バスに乗り継ぎます。で、バスを1時間ほど乗りまして、立山の室戸に着くんですけれども、室戸のターミナルから出てですね、こうやって立山三山だったり、大日連峰だったりっていう景色がバッと目の前に開けた瞬間ですね、本当にここはですね、感動の一言というか、はい、一番こうテンション上がる瞬間でもあるのかなというふうに思うんですけれども、本当に室戸周辺をこう散策するだけでも、十分、行っていただく価値のある山かなというふうにも思ってます。はい、ここからですね、登山をする場合は、立山の主峰の小山まで往復4時間ぐらいの、コースタイムになってます。はい、
前半はもう室堂平の、石畳の道をどん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 と、登っていきます。本当にね、ここの登山道っていうのは早く歩くこと不可能ですね。もう右左を、チラ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 見ながら、たまに足を止めて綺麗やなって言いながら、なかなかこうペースを上げることも難しいような、それぐらいの大絶景の登山道になってます。はい、で1時間ほど歩くと一の越山荘という中間地点に着きまして、ここに出るとですね、黒部湖だったり後ろ立山連峰、それから他にも北アルプスのね、いろんな山が、目に入ってきます。はい、もうここまで来るともう本当に360度ビューですね。で、あと1時間ほどですね、少し急登にはなるんですけれども、立山の山頂小山に、到着をしますと、ちょっと狭い山頂ではあるんですけれども、日本海も綺麗に見渡せますし、北には剱岳も見えてきます。そういった形で本当に立山の山頂からも素晴らしい景色楽しむことができます。はい、その他ですね、立山のおすすめポイントとしては、このさっき紹介した小山以外にも、立山三山といいまして、大南寺山、それから富士の折れ立てっていう、3つ続いた、立山の山頂があります。一の越山荘から逆の方にですね、歩いていきますと、竜王岳、それから浄土山っていうようなお山があったりですとか、あとは少し、距離的には離れるんですけれども、別山、真砂岳、それから大日岳、奥大日岳っていう山だったりっていうところで、まあこう室堂をぐるっと囲むような形でいろんな山が、連なってますので、そういった縦走っていうところだったり、まあ単発の登山だとしても、前回立山、大山に登ったので今度はちょっと別の方の山に登ろうとかっていう形で、いろんな、コース取りが可能になってますので、そういった、バリエーション豊富な登山道、いろいろ山に登る選択肢があるっていうところも立山の魅力かなというふうに思っております。はい、でどの山もですね、比較的、そんなに距離、時間かからず、難易度も低く、アクセスできますので、初心者の方にも、今言ったようなね、お山っていうのは楽しんでいただけるのかなというところです。はい、あとはですね、もうなんといっても、もう立山室堂というと、もうリゾート地ですよね。山岳リゾートです。もう泊まれる、ホテルだったり、小屋っていうのも本当に選択肢がたくさんありますので、そういった宿泊の選択肢の多さっていうところも一つ魅力かなと思ってます。やっぱりですね、せっかくアルペンルートでお金をかけて時間かけてアクセスしますので、せっかくならやっぱり山の上で泊まって、夕日だったり夜の星だったり朝日だったり、楽しみたいなというところも皆さんお考えのところかなと思います。そういったところにも、まあ、本当にいろんなね、選択肢が用意されているっていうところで、なかなかこういったホテルっていうのが山の上にあるっていうところもね、なかなかないところでもありますので、まあ、そういったところも一つ選択肢に入れていただいて考えてみていただけるとすごく楽しいのかなというふうに思います。私たちの場合はですね、一度、室堂から少し下ったところにあります雷鳥沢キャンプ場というところで、テントを張ってキャンプをしたことがあります。こちらのキャンプ場がですね、私たち夫婦すごくお気に入りになってまして、本当に立山三山だったり、別山っていうところにぐるっとこう囲まれている、そんな、キャンプ場になるんですけれども、まあ、キャンプ場からこう見上げる周りの山っていうのもすごく綺麗ですし、あの空間でこう食事をしたり、ちょっと寝転んでみたりっていう体験っていうのはね、本当にもう、極上幸せの一言かなというふうに思ってます。ぜひ、テントでの、キャンプっていうのも楽しんでいただけるとすごく嬉しいなというふうに思います。ということで、第1位は、立山でした。はい、ということで、ここまで紅葉におすすめの山5つご紹介してきました。はい、どこもね、初心者の方にもおすすめの山になってますので、ぜひ今年の紅葉シーズンチャレンジしてみていただければ嬉しいなというふうに思います。ただこの5つ以外にも、日本全国には本当にね、紅葉の綺麗な山たくさんありますので、この山もおすすめですよとかありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えていただけるとすごく嬉しいなというふうに思います。ということで今回の動画は以上になります。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドポイント、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の登山動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。